こんにちは、バクトルです。えー、今日なんですけど、お話は、えー、姿勢評価ですね。え全額面上ということで。えー、これが、ま、何なのかっていうと、まあ、えー、普段ね、生活している中で、まあ、自分の、この姿勢っていうのが、まあ、すごい、えー、体にとって重要であるっていうことは、あの、皆さんご存知だと思います。はい。例えば、ま、腰、骨盤がね、後傾しすぎてたりとか、まあ、下心で前傾しすぎてたりとか。まあ、あと、あの、猫背。 胸椎がこう屈曲して猫背になってしまってたり、とか。まあ、あと骨盤の前から見た時の。この大天使の位置とかがこう。えっと右が高いとか左が高いとかね。で肩肩がすくんでるとか。まあ、あのこの耳の位置とかね。こういうのもいろまあバランスが。 しっかり整ってるかっていうのを、えっ、ー、と、見てあげる。で、もし整っていない場合は、なんで整っていないのかっていう。じゃあ、ここの筋力がちょっと不足してますよとか、えっ、ー、と、まあ、ここの筋肉の柔軟性が不足してますよっていうのを、えっ、ー、と、見て、それをトレーニングに活かしていくっていうのが、えっ、ー、と、すごい大切になると思います。はい。なので、えー、今回ね、ご紹介していきたいっていうのは、えっ、ー、と、そういう、えー、理由があるからです。 で、まずですね、えっと、一つの、え、原則が、えっと、筋トレにはあるんですよ。まあ、それが、えっと、個別特異性の原則っていう原則があります。これは何なのかっていうと、まあ、すべての人に当てはまる、えっと、正しい方法、トレーニング方法はないということです。なんでかっていうと、今、先ほどお話しした通り、様々なアライメント、姿勢があるということです。もう、あの、同じ、本当に全部同じっていうような人は、まずいないと思います。 なので、例えば同じスクワットでも、あの、じゃあ足幅どのぐらいがいいのか、いいのかとか、柔軟性によって変えなきゃいけない。筋力によって変えなきゃいけない。じゃあどこ狙いたいっていうので変えなきゃいけない。っていう話ですね。はい。なので、えっと、まあ、例えばトレーナーやってて、まあ、あの、ね、お客様が違うのに、 全く同じような指導をひたすらやるっていうのは、それはちょっとトレーナーとしてどうなのかなと。はい。お客様によって、まあ、様々なフォームだったりとか、鍛えるべきトレーニングだとか、や、やってほしいトレーニング、やってはいけないトレーニングっていうのはあるので、それを見極めるのが、まあ、トレーナー、パーソナルトレーナーの仕事だと僕は思っています。はい。で、今回この見ていくのは、えっと、前から見た姿勢評価ですね。これが大切になります。で、えー、見ていくポイントとしては、えー、まず耳の高さですね。耳の高さ。 で、これが、まあ、こっちが上がってたりとか、まあ、こっちが下がってたりとか、した場合、じゃあどこを見るかっていうと、まあ、倉募ですよね。僧帽筋の上部。ここに引っ張られて、えー、耳の高さが変わってしまっている。可能性があるので、まあ、倉募金の公式を取ってあげると。はい、いう話です。で、あとは入溶突起って言って、まあ、この下にここ、耳のちょっと下に骨があるんですけど、ここのアライメント、もう左右ちゃんと高さが揃っているかどうか、っていうのを確認してあげます。はい。で、次、肩の高さですね。肩。 肩が、えっと、どっちか上がってたりとか、逆にどっちも上がってるっていう場合もあります。そういう場合は、ま、後背筋が弱まっていたりとか、ま、あと、僧帽筋が拘縮していたりとか、っていう原因があると思います。はい。であと、肩甲骨の価格ですね。肩甲骨、後ろ、背中の、えっと、肩甲骨の下の方の位置がちゃんと揃っているか、右の肩甲骨だけ上がってないか、え、肩甲骨周りの、えー、筋肉、後背筋の、まあ、筋力アップ。 とあと、柔軟ですね。をやっていく必要があると。はい。もし、肩甲骨の科学がずれていたら。であと、大天使ですね。はい。あの、腰の、お尻の少し横にある、あの、骨の部分なんですけど、まあ、あそこが、えー、左右で、高さがどう違うかと。はい。まあ、あの、足の長さとかね、左右差がある場合は、まあ、そういった、えっ、ー、と、左右差はあるんですけど、まあ、そういうね、バランスを見ながら、えっ、ー、と、しっかり、えー、外転筋群の、まあ、公だったりっていうのを取ってあげる。 と、まあ、大転子。まあ、あと、腸骨量ですね。腰の、えー、骨あたりの、えー、左右差がなくなってくると。で、最後、肩骨粗め。まあ、膝下ですね。ちょっと膝の皿の下ら辺。まあ、そこら辺も、えっ、ー、と、結局、長径人体帯が拘縮してたりとか、まあ、あと、硬いのね、膝下のこの外旋の筋力が弱まっていて、内線維が強くなってる。片方だけ強くなったりすると、まあ、そういう膝の左右差が出てきますよと。はい。いう話になります。はい。まあ、こういった姿勢の評価ですね。 今回は前から見た姿勢の評価なので、まあ、こういったことをね、しっかり、えー、覚えておくと、まあ、自分のね、もしトレーニングとかで、ああ、ちょっと入りにくい筋、あのー、筋肉あるなとか、刺激が入りにくい筋肉ですね。あったりとか、まあ、あと、ここはつきやすいけど、ここつきにくいとかね。だから、ま、膝痛いとか。あのー、っていうのがあるのは、だいたいその姿勢ですよね。普段とってる姿勢の癖が、えー、原因なことが多いので、 そこをしっかり直していってあげる。まあ、ストレッチなり、リリースなりっていうので、マッサージとかね、ケアで直していくっていうのがすごい大切になります。はい。ってことに、感じでね、本日は姿勢評価のお話でした。はい。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。